皆さん、お疲れ様です。おやじです。今日はですね、先日の動画に上げたんですけれども、高速道路の、夜間の高速道路ですね、の、パーキングエリア、サービスエリアの駐車場が少ないと、少ないというか、まあ狭いと言ったことでね、で夜間なんか、もう、皆さん仮眠しているんで、もう仮眠のスペースがないと、いったような現状をお伝えしました。で、実際にですね、下松サービスエリアと、久我パーキングエリア、これ両方ともですね、山陽自動車道の山口県内にある、パーキングエリア、サービスエリアなんですけれどもね、実際の映像を見ながらちょっと話したいかなと思っております。それでは実際の動画に移ります。では早速やっていきます。今から入るところは久我パーキングエリア。午後10時40分頃ですね。今入ってきました。これが入り口ですね。もうこんな感じです。まっすぐに行ったらそのまま、本線の方に行くんですけれどもね。ちょっとこっちの方に行ってみましょう。ここもですね、狭いです。もうゼブラゾーンにね、こんな感じでね、止めていらっしゃるんですよ。もう乗用車のレーンもですね、トラックでいっぱいです。もう乗用車はね、10台ぐらいしかいないんじゃないのかと思います。もう右も左もね。で、トレーラーもね、もう何台か入っていてね、トレーラーなんか2つの枠を使ってますね。でないと、多分、自分自身が出られないと言ったところで、そんな止め方をするんだろうと思います。もう全然駐車スペースの関係ないところでもね、止めております。もう出口付近なんかでもね、こんな感じです。もう全く止められないといった状態です。で、出口はですね、もうその、駐車、できないようにね、わざわざこんなもんがあるんですけれども、それでもね、もう、4、3万の休憩を取らなくちゃならないと、切実なドライバーですよね。これね、もう本当、しょうがないと思います。本当、これはね、見逃してほしいかなと、思います。これをね、そんな法律をね、決めた、人たちにね、高速道路の今現代の、なんて言うんですかね、現状をね、見てほしいですよね。夜の高速道路をお前ら見回ってみろよと。そういった感じです。次はですね、下松サービスエリア。下り線ですね。でもこの入り口の方でもね、こんな感じで。もの、中に入ったら止められないというのがね、もう分かってるんでしょうね。ですからもう、ちょっと4、3万の休憩だけはしたいと言ったところなんでしょうか。30分で逃げるから、まあちょっと勘弁しようみたいな感じで。ここもこんな感じで狭いでしょ。もうね、こんな感じなんですよ。ですからね、変な法律をね、作るよね、よりはね、で、我々もね、大型の料金払ってるんですよ。なのでね、この、駐車場のスペースをね、広げてほしいですよね。これ全くね、もう、止めるスペースなんか、ないです。トレーラーなんかね、もう大型のスペースをね、二つ使って止めないと、もう全く止められないという感じで、もう一台もね、
止められません。で、変なとこへ、止めるとですね、今度自分がね、出にくくなると。もうね、ゼブラゾーンとかね、そんな感じでもう、止めてるんでね。もうね、これはね、仕方ないです。皆さんね、法律を守ろうと思って、こんな止め方をしてるんですからね。これ法律を守って、こんな感じに、なってるんだから、これはね、もうね、勘弁してほしいですよね。で、もう、出口もね、こんな感じで。もうね、しょうがないです。これはね、見逃してあげたい。で、こんな変なね、こうやって、ポールがあるでしょ？こんなものはね、邪魔くさい。のぐてしまえと。本当に。まあ、危険はね、わかってるんですけれども、そんなことをね、やるよりは、もうちょっとね、山を削って、スペースはね、あるんですよ。ここをね、山をね、削ればね、簡単なことなんですよ。ですからね、その辺のところもね、ネクスコさん、ちょっと頑張って、駐車場広げてもらえないかなと。で、結構ね、現状よく、わかりませんけれどもね、結構、儲かっているんじゃないかと思うんですけれどもね、実際にはどうなのかわかりませんよ。で、画像の方はですね、一般道になれましたけれども、ほんとね、トラックドライバーって辛いんですよ。で、ほんと眠たいのにね、眠いのに止めるスペースがないと。で、私もね、実際止められなくて出たことがね、あります。で、昔の話になるんですけれどもね、ほんとね、眠くてしょうがないからね、もう5分でも10分でもいいから、ちょっとね、ハンドルに、おでこをね、押し当てて、5分、10分、仮眠しようかなと。で、止めるスペースがね、あれば、止める枠があればね、それは30分とかね、1時間とか、まあ時間があれば、4時間とか、寝たいんですけれども、そんなスペースないんですよね。ですから、昔はですね、もうちょっと、駐車場もですね、少なかったのでね、台数が。それでもね、止めるところがない場合にはね、もう何台か車が、まあ横付けにね、するんですよ。そしたら、どうだろう。5台ぐらい出れないかな。それでもね、もう眠くてしょうがないんでね、まあちょっとトイレに行って、顔を洗う時間、まあ5分とか10分とか、その間にですね、まあ、ちょっと止めさせてもらうと。まあ、5分、10分ぐらいでね、出て行くんであればね、そんなやかましく言う運転手はね、昔はいなかったですね。今はどうだかわかりませんけれども。それでもね、やっぱり出るときにはコンコンやっていいよみたいな感じでね、もうスモールライトとか、マーカーランプもね、つけてるんですよ。で、ハンドルの上に足を上げて、仮眠して、仮眠すると。いったところでね、まあ、それでもね、まあ、何回かね、コンコンコンと、出るから、ちょっと避けてくれないかと言われたことありますよ。まあ、そうしてもらった方がね、いいんですよ。そうしたらですね、その車が出て行った後に、その枠に自分が止められるじゃないですか。そうしたらね、今度そこに、まあ、30分とか、1時間とか、仮眠できるのでね。まあ、昔はですね、そうやって運転手同士がですね、まあ、分かり合えると言うんですかね。まあ、みんな、そういった気持ちはね、知っていましたね。
だから、俺んところに止めやがってこの野郎と、しばいたろうかみたいな、人はね、全くいなかったですね。自分もそんなこと、まあ、自分もね、目の前にバーンと止められて、塞がれたことありましたけれどもね。で、まあ自分が出るときに、まあコンコンコンってやって、悪いけど今から出発するから、ちょっと避けてくれないかと。で、自分が空いたスペースに、つけられるよと。そうしたらですね、その相手の運転手もね、まあ、ああ、悪かったね、と。いった感じでね、そういったコミュニケーションっていうのがね、昔は上手に取れてましたね。まあ最近もそうだと思いますけれどもね、今だったら本当さっきの映像見られたらわかると思うんですけれどもね、もう本当ごった返してね、なんというかね、通りにくいというか、あ、これ曲がれるかな、これ突っ込んで大丈夫かなみたいな感じで、もうね、ニッチもサッチも行かないようなぎゅうぎゅう詰めのサービスエリアですからね、ほんとね、コツンと当てたとかね、当て逃げだとか、そんなこともね、昔よりはね、今の方がね、あるような感じがします。この辺をね、政府の偉い方とかね、まあ、ネクスコ、その、高速道路関係の皆さんもね、本当トラックドライバーは、苦労しているんだなと。で、我々は仕事で、仕事をしているわけなんでね。まあ、悪いけれども、マイカーの人たちは遊びに行ってるわけじゃないですか。で、小さい車なんで、まあ、ちょっとぐらいはね、どこかしらスペースがね、ありますよ。でもね、マイカーの人たちもね、大型の枠、トラックの枠に、でーんと、マイカーみたいな小さい車をね、ポツンと止めるのはね、ほんとね、やめてほしいなと。あんな見たらね、ムカつきますね。そんなんでね、ああ、こいつのせいで入られんわー、というのがね、ありますからね。ほんと夜中だったらね、車のそばに行って、ケツリ飛ばしとったのかいのと。ドアでもね、蹴飛ばして凹ましとったのかいなと、思いますよ。まあ今はね、そんなね、昔と違って、ドライブレコーダーとかね、誰のドライブレコーダーにね、録画されているかわかんないので、まあまあ、そんなことはしませんけれどもね。まあ、ドラレコはなくてもそんなことはしませんけれども、まあ、そんな気持ちになってしまいますけれども。はい。そういったところで、本日はですね、夜の高速道路のパーキングとサービスエリアのちょっと内情してもらいたいので、動画にしてみました。それでは本日の動画は以上になります。ありがとうございました。